どうも、キノコです。やってきました、ムカキンサブアカ。このアカウントを始めて、早1ヶ月が経ちましたが、最近のイベントでは、連続で、周回イベントが来てくれていたり、この1ヶ月間で、いまいちファットする画者が来ていないがため、Y ポイントを1ポイントも使っていなかったりで、ただいま現在、12月9日、時点で、3万5000ポイントものめちゃめちゃダッサンの Y ポイントが溜まってくれました。今回のイベントはいつもよりも、難易度が簡単に設定してあるため、プニ歴1ヶ月のムカキンサブアカでも、特攻キャラさえ吹くことができれば、今回の強敵であるトリプルデータの作戦入手も、夢じゃないので、ラストチャンスガシャに向けてひたすらワイボを稼いでいきましょう。そしてそのサクチャンゲットを達成するためには欠かすことのできない封印ステージをただいま現在討伐している今日この頃であります。まずは裏ステージ1の1。このステージの特攻はガシャに鎮座するオーガマ登録のみですが、無課金サブアカでも無特攻で倒せるレベルのステージなため、ドラキュラを撃って無事フィニッシュです。このステージでは敵からの反撃は来るものの、技の無効化はされないため、前回の動画で手に入れたドブシャッコが早速輝いていますね。続いては裏ステージ1の2。こちらもやっていきましょう。このステージの特攻キャラはお宝2つ目で取れたトリプル S の呪いの花子さんなため、横取りさえ頑張ったらクソザコキャラしかいない無課金サブアカでも余裕でこのステージをクリアすることができます。というわけでフィーバー街で花子さんを2発撃って裏ステージ1の2もクリアです。やはり今回のイベントは無課金アカでも楽しめるかなりの神イベですね。さらにこのステージではサクちゃんの封印をするのに計15枚必要な横取りチケットがこのステージで起きまくるというわけで、お宝でゲットしてきた特攻キャラであるこの呪いの花子さんを使って大量の横取りチケットを求めて鬼周回していきたいと思います。今回のイベントマップの各種ステージにも地味に元ぶっ壊れで今でも全然使える超優秀キャラが密かに鎮座しておりますね。 WS のふぶきちゃんです。こいつは技が攻撃力アッププラスでかつみせいせいと、もうこの時点で普通に強いですが、こいつの最も強いポイントがスキルにあります。こいつのスキルがブリチンの種族効果アップというわけで、まだほとんど使えるキャラがヤバいほどいない無課金サブアカに種族効果アップキャラ入手のチャンスが到来なんぞ、ゲットする以外に選択肢はありません。というわけで無事ふぶきちゃんゲットでございました。後動画にはしてませんが、ちゃんと各種ステージ WSキャラであるエンマさんもゲットしておきました。そして来る日も来る日も、私は裏ステージ1の2のサヤステージを周回し続けています。このステージでも反撃は来るものの、技無効果はないため、ドブシャッコーからの呪いの花子さんでワンパンチケット周回でございます。無課金サブアカでもこのようにチケット周回ができるなんぞ、マジで前代未聞です。おお、横取りチケットがまたドロップ。ドロ率が非常に良きですね。だいたいこのステージを100周すると2、3枚くらいの確率でチケットがドロップしてくれたため、それなりにこのステージを周回していて普通に楽しかったです。そしてついにログインボーナスワイボ交換、そしてミッションにあった全ての横付けを受け取った上でチケット周回をし続けた結果、無事現時点で合計14枚ものチケットを集めることに成功しました。封印マックスにするには計15枚の横取りチケットが必須で、明日のログインボーナスにてまた横取りチケットが1枚もらえることを考えると、これで無事計15枚の横取りチケットを集めることができましたね。これで無事明日になれば封印をまた一つ解除でき、サクちゃんゲットへとまた一つ近づきますね。非常に楽しみですね。先ほどゲットした横取りチケットを使って、ただいま現在4つ目のお宝報酬である Z ランクの9尾入手を目指しています。この Z ランクの9尾さんは裏ステージ1の4の愚物剣王ステージでの特攻を持っているキャラで、封印をマックスにするにはそこのステージの討伐が必須となってくるため、クソザコナメクジの無課金サブアカでの剣王討伐のためには今回の9尾様が必須だというわけで、ひたすら横取りを頑張っているであります。なんて言っている間に無事最後の9尾のお宝を残ることができ、無事 Z ランクの9尾様解放です。こいつは言わずもがなの不思議族というわけで、もともと不思議が強めな無課金サブアカでは9尾仲間入りは普通に嬉しいことですね。そして早速裏ステージ1の4の愚物剣王を特攻キャラである9尾を使って倒していきましょう。このステージでは技の効果が無効化される上に、定期的にフィーバーゲージも持っていかれたため特攻なしでは歯が立ちませんでしたが、今回こいつをゲットできたことによりかなりこのステージがヌルゲーとかしてしまいました。とりあえずはフィーバー内でこいつを一発撃つだけではまだ倒せきれなかったため、フィーバー外にて最後のとどめの一発を撃ってフィニッシュさせましょう。また9尾の技が反撃プラスボーナス玉生成なため、2発目の技ゲージが溜めやすく、めちゃめちゃよろしいですね。おお、そして特攻なしではあんなに難しかった裏ステージ1の4が特攻キャラである9尾を使うことによって超ヌルヌルでクリアすることができました。これで残る封印ステージは裏ステージ1の3の踏み姫ステージのみとなりましたね。ただこのステージでの特攻キャラは秩父も&オロキとどちらもガシャにしかいないキャラなため、この先を進むにはもうラストチャンスまで待ってガシャを回すしか方法はありませんね。とりあえずは今現時点で無課金サブアカにできることはこれにて全てやり尽くしたため、あとはラストチャンスガシャ到来までひたすら各種ステージなどでワイボを稼いでいきたいと思います。というわけで以上、こんな感じの無課金サブアカ動画でした。